皆さん、こんにちは。2023年プレミアム合格フルコースの全貌というタイトルでガイダンスを、えー、お話しさせていただきます。えー、レック先任講師の水野と申します。どうぞよろしくお願いします。それでは、えー、これからですね、2023年卓研試験合格を目指して、よし、頑張ろうと。 思ってる方えー、そういった方向けにレックから出している講座のですね、ご説明のお話でございます。で、まずあの、こちらのパンフレットですね。これレックに行くともらえるものなんですけども、えーまあ、こちらの合格のパンフレットの12ページ、13ページのところ。 で、こちらで私の方は説明担当させていただきます。で、あの、プレミアム合格フルコースっていうやつのまあ収録ね、全国の収録を担当、私がさせていただいているので、あの、こちらで、ね、えー、説明、これからさせていただくんですが、まずね、どういう講座、どういうカリクラムで合格まで、このレックでは持っていくか、というお話です。で、まずは、まあ、何はともあれ、試験のお勉強するのに、まあ、いきなり問題を解くと全然わかんないから、 ストレス、うー、わかんねえ、すまんねえ、なるので、まずは理解。で、その理解。で、理解とプラス、試験だから覚えなきゃいけないこともありますよね。うん、なるべく暗記じゃなくて、なるべく理解。で、ちゃんとバックボーン制度趣旨というのを、この考え方、ね、そういうのをね、やりたいんですよ。 あの結局、その考え方とか、なんでそういうふうな理由なのっていうのがや、やらないで、あの大事なところなんか、あいじゃ、ここ線だけ引いてくださいみたいな、それだったら独学で全然いいんですよ。お金かける必要がないんですよ。うん、でもやっぱりそのバックボーンだなんだっていうのをちゃんと理解しておくことで、記憶定着するし、理解力、応用力がつく。で、そういったものをね、意識しながらやるのがスーパー合格講座っていう、全部で34回。2時間半の講義を34回やります。 結構時間かかりますよね。なので、これね、あんまり直前のな、例えばもう、ね、今夏なんですったら、このコースはちょっときび厳しいというか、うーまあ、お客様に、これがどうしてもつんだったら、ありがとうございますってね、多分なると思うんですけど、ちょっときついんですよ。回数的に消化不良になるんで。だけど、早い時期から。まあ、早いとね、このコース、12月からなんですよ。あとはまあ、通信1月とかねう、あと2月とか3月。も、ま、う、あ、遅くてもやっぱ4月、5月ぐらいまでですかね。 で、やると、これ、いい講座です。で、権利関係14回、宅建予報8回、法令11回ということで、免除1回、これ通信のみで、あの、学校ではなくて、あの、私のね、動画見るしかないんですが、ちなみにこのコースがいいのは、例えば、あのー、その、学校でねあ、コースによりますけど、学校で聞いて、欠席したときに、あの、レックって他の学校に乗り入れ可能です。 で、あと動画とかね、これもコースによりますけど、見て、あの、復習とかもできるので、あの、全然、あの、全部、あの、やれるのでね。うん、だから、それをうまくう、やれば、忙しい方でも、ちゃんと見て、できるはずです。うん、なので、まあ、このスーパー合格講座34回、まあ、通信も通学もね、両方とも34回ありますが、まあ、これでね、0から I 全部作っていく。 で、あの、昨年、まあ、昨年2022年のね、あの試験が、いや、ほ1点差だったとか、2点差だった、3点差だったって惜しいですよね。で、惜しいんですけど、まあ、あと1点、2点差だから、もうすぐ大丈夫だろうっていうのはちょっと怖いです。で、何が、なんでかというと、例えば、合格点が36点で、ね、30点いってたら、実力かなりある方だと思いますよ。うん、でもあの、例えばじゃあ、 32点の方。まあ、あと、まあ、6だからちょっとでもないけど、でもあと5点差じゃないですか。まあ、5点差ありゃ1内では全然余裕だろうと思ってやってると、多分なんか、また同じ手をぼむ可能性があります。あの、私の見てる経験則上。なぜかというと、実は32点の方って実力では20点台中盤ぐらいなんですよ。なぜなら、ピンポイントで当たる問題は取れてて、外した問題、うん、あの、当たった問題、よくよく見ると、 なんか、たまたま当たってたっていう問題も絶対あるんですよ。あの意外と復習すると、えー、たまたま当たってるものがないように見えてても、いや、実は考えててたまたまだった。本当はこっちに行っちゃう可能性もあったっていう問題は絶対あるはずなんですよ。全然運が悪くて勘で当たった問題がないんですと。ん,んなことないですね。えー、あのー、それはよっぽどの人なんで。ピンポイントで取れる問題が、例えば今年だったらピンポイントで解ける問題が30問取れてたら、あの、36点にはいってるはずです。 あの、30点ピンポイントで解ける問題絶対これってのが選べたら、残り20問、勘じゃないですもん。残り20問、絶対2つまでには絞れてるはずですもん。で、20問を2つまでに絞れてたら、どうです ?20 問を4した区立なんですよ。全部2つに絞れてたら、2分の1の確率で全部当たる可能性なんですよ。そしたら10点じゃないですか。40点じゃないですか。っ、うん、ていうことなんですよ。だから、その、点数で34だから35だから34だから、 もうあとちょっとだから、もう安心いやいやいや。うん。あの、一回ゼロベースに戻って、ちゃんと見直した方がいいっていうのは、これは私の経験則上別に営業じゃないんです。あの、レックに来ていただいて、私の全に変わんないんでね。うん。だからこれ営業じゃないです。うん。だけど、一からちゃんと見直して、本当に基礎的なところとか、抜けてるところがないのか見直して、組み立てる。これ、プレプレフルって言うんですけど、プレミアルフォーク、そのスーパー合格その一番大事なところです。で、次にプレフルで、プレこのスーパー合格講座で、 プレミアム合格フルコースでやるのが、これだけ総演習総まとめ3回と。で、これだけ演習総まとめて、あの、権利業法制限ってね、あの、1分野1回ずつで3回だから、これだけって、いや、これだけじゃ足んねえよなんだけど、要は、もう、とりあえずこれだけまずしっかりしましょうっていう、ね、大事なところを3回パッタッタッって問題やって振り返って、から、本格的な演習、マスター演習って言います。 で、これマスター演習講座って555でね、あの、権利5、情法制限55でやっていくんですが、要は、問題解いていただいて、解説をして、その解説でその場で入れていく。で、何がいいかっったら、例えば問題をやるっていうのは皆さんは自宅でも、ウォークマン過去問題集とか、ね、まあ、なんなら直前期になったら、例えば予想問題集とかね、買ってやる方もいるでしょうね。要は、ご自身でやるもんじゃないですか、演習って。 で、答え見て、ああ、丸、ツ丸、ツっていう風に、で、間違えたところをただ答えを暗記してるっていうやり方でやってると、おそらく今の卓球試験は合格難しいです。あの、これね、毎、毎度毎年、もうね、ずっと前から言われてますよ。今年の問題は過去問じゃもう無理って。で、あの、やっぱ今年もそういう、2022年も出たんですよ。無理と。いやいやいや、過去問ですよ。何言ってるんですか。 過去問が必要ないいや、過去問が必要ないっていや、そういうこと言っちゃってる時点で、また来年も絶対危ないんですよ。あの、過去問です。うん、ただ、その過去問の答えをひたすら暗記して、過去問でいけますかってたらいけないです、うん。要はね、過去問というのを題材にちゃんと勉強していかなきゃいけないんですよ。だから、その正しい演習の仕方というのを徹底するのに、マサ演習ってことなんですよ。 だから、あの15回、この15回のもんで全部やったら完璧にしたら受かりますかっ,て言ったら、うん、まだ足んないですね、うん。そんな甘い試験じゃないですね。うん、だから、過去問ちゃんと潰さないと何年分か。えー、そういったのがいるんで。でも、その演習をするのに、過去問ご自身でやるのにも、そのちゃんとやり方。ね、ただ答えを覚えてちゃて、こういう理由で罰だから、で、他にはこういう風になれば丸だよとかね。そういう、その演習っていうののツボというかね。 あと、問題の解き慣れ、そして問題の癖をつかむ。っていうので、マスター演習という講座があります。だから、インプットで理解しても、理解しただけだと、問題が解けなきゃ点数にならないんですよ。その問題の解き方、そして解き方とプラス勉強法、それを見ていくのが、マスター演習です。で、さらに、デタ順必勝総まとめ講座っていうのがあって、これ、8月中盤から9月、あと10月初旬までですかね。 本当に直前にやるんですが、大事なところ、を抑えるべきところ、合否を分けた問題、そこら辺を過去を分末にそうまとめててあの、結局ね、演習みたいな感じなんですけど、で、これ、あの、やり方はね、あの生クラスは講師の先生っていろいろ変わる可能性はあると思うんですけどあの、私はね、ここはね、こうします。あの、まず、アウトプットをやるんですけど、結局演習と似てるんですけど、アウトインやります。アウトインっていうのは、要は、まずは知識を入れて、 で、問題演習。インプットしてアウトプットですね。で、このインプットアウトプットってね、あの、車輪の両軸みたいな感じで、あの、ちゃんとバランスよくやらないとダメなんですよ。ずーっとインプットの教材見てるだけだとやっぱ受かりにくいし、問題しかやってないと問題を覚えちゃうだけで、ね、それこそ過去問じゃ受からなかったっていう、そういう発言になってくる方が多くなっちゃうんですよ。ちゃんと理解と過去問をうまく両輪でやる。で、その時に出た順は、アウトプットやってからのインプット。いや、問題これ出ました。 これが答えです。なんで罰×?理由はこうです。で、ここ以外にもこういう知識があったよね。ちゃんと周辺も見とこうね、という。だから、問題を提起してから、その、まとめていくっていう。そういうやり方でやっていくのがデータ順まとめ。総まとめ講座って言います。だから、イン、アウトでやったのは、アウト、インに最後にしていくんですね。で、それと同時並行にはなってしまうんですが、模擬試験。でね、もしって、あの、受けた方がいいですかって言われたら、 受けた方がいいですねって言います。やっぱり予行演習になる。まずは。時間配分が分かる。問題の癖が分かる、うん。で、あとはやっぱり自分のね、何よりも苦手なところが炙り出せるっていうのが一番いいです。だから模擬試験って、やっぱりこう、ちょっと高いんですよね。あ,あの、お金がね。 で、いや問題集でいいんじゃないの、なんか本とかね、どこのかこう、うちも出してますけど、レックも出してますけど、なんか3回分とかでね、4回分とかで、なんかちぎって50問の問題をね、本試験通りできるんですよ。あれ悪くないと思いますよ。悪くないんですけど、あの、じゃあ、それをね、例えば家とか、あと図書館とか喫茶店とかでやってると、うん。で、多分なんか2時間とかね、あの、本当でガチでやるときはいいんですけど、なんかこうやりながら、アライン来たとかね。 あ、ツイッター来たとかね。うん。なんか電話したとかね。ちょっと疲れちゃったから、なんか、あのー、コーヒーお代わりもらってくるわとかね。集中できてますうん。あの、本気でちゃんとやんだったら、ちゃんと自習室とか図書館とか、もう全然。あと携帯切って。え、2時間ガッツ。え、5問目以上の方だったら、もうチャッと。えもうそこ、シャットアウトして集中してやる。って言ったらちょっと意味ありますね。うん。でも、それでもやっぱり、臨場感という。要は、周りの人。あの、試験って、 これね、経験するとわかるんですけど、みんな静かにおとなしく集中できる状態で試験場があるとは限りません。隣で貧乏ゆすりするやつが、おお、地震かとか、えんかすんごい消しゴムの消し方で、そんなに揺らすかとか、え、はあ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 、みたいな、どんだけ鼻息悪いんだお前はとか、いるんですよ。 うん。だからそういう状況、どういう状況でできるかわかんない。でね、あのー、やっぱりそういう変な状況だとね、いやもう本当に、こんな人がいても集中できなくてって、あの、言い訳したくなっちゃうんですよね。うん。でもね、言い訳はしないでください。できないです。だって、って悪いのはその変な人だったんだけど、それを想定していかないと。 だからその想定で、やっぱりこう、自宅受験よりも会場受験とかでね、模しって受けた方がいいですっていう、まあアドバイスです。まあ無理だったら全然いいんですよ。あの自宅でね。あと、あの、ハート強い人って全然模しとか受けなくてもいける方もいるんですが、まあやっぱり、どっちがいいですかって言ったら受けた方がいいですね。で、これセット入ってんで。だから別に受けなきゃなんかお金って言ったら、うーん、高いしね、みたいになるけど、はい、セットなんで。受けてくださいよ。で、あの、この時にも先に言っておきますよ。模しでね、一気一気しないでください。 これはね、本当にね、あの、性格によるものなんですけど、気にしちゃう方はやっぱり、ひまあ、普通気にするんでしょうね。でもね、やっぱり辛いですね。あの、気にしない人の方がね、人生有意義というかね、ラッキーですよ。うん、で、あ、もしで、<laughs> 15点だったらやべえ !3 のみから、多いといや。それはもうしょうもない人なんですけど、その、取っちゃった点数でクヨクヨするんじゃなくて、 じゃあなんで間違えたのかっていうのを修正する。要は、模試でできなかったら、いやーよかったね、本試験じゃなくて、と。およかったね、じゃあここを修正しなきゃっていう。要は自分自身のウィークポイント、修正ポイントを見つけるために模試を受けるっていう、そういうマインドに変えてみてください。そうするとこの模試は、本当に有意義なもんなんで。で、模試って、多いですよ、約基礎編2回、実践3回、ファイナル模試1回で、他にもなんかね、ゼロ円模試とかね、あとは宅建し模試とかね、なんかいろんなの書いたりして、結構あるんですよ。 で、その模試をやって、それだけやっておけば、いやいや、まだある。直前対策。これもう試験の直前まで、こう、もう、サポートさせていただきます。で、究極のポイント300っていうのは300ポイント、ね。え、大事なポイント1問1答で潰していく。で、出るとこ大予想会っていうのは、実は模擬試験って予想的な観点もあるんですが、あのー、何問も出すんですよ。で、絶対こんな問題出ないよねっていうのも出すんですよ。それなぜなら、あの、本試験もそういうのが出るからです。 2022年もね、失踪宣告っていうので、失す,す,すげえの出したなとかね。うんまあ、その前の年だと遺言で沈没船に乗ってる人がやる遺言とかね。うん、あと、連れ子の問題とかね、うんな。なんじゃらほいっていう問題が出たりするんですよ。うん、そういう問題もね、試験には出す本あの。模試には出すんですよ。でもそれできなくていいんですよ。でも大徳大予想会は、まあ、予想、 する。そして予想の難易度で作られるいや。本試験で取らなきゃいけないような形で出してる。だから模試が全部予想問題になったようなやつです。であと6点アップ直前掛け込む講座っていうのは、これね、あの、本当に私は一番好きなんですけど、前日やります。で、通信とか、あと通学でも前日じゃないのもあるんですけど、あの、私これね、前日やるのが一番効果的だと思ってます。で私担当、絶対毎年ね、もう20年以上収録ここでやってるんですけど、直前掛け込めは。もうあの、前日家でもやもやしてるよりも、 もう、そんな難易度高いことやんないですよ。6点アップでもう明日絶対出ることばっかり。情報とか制限とか。これだこれだって。もうそれを一個一個丁寧に、いけるいけるってなると、だんだん気分が上がってきて、よし、いけるぜってなるんですよ。それで試験受けんのと、家で何もやんないで、悶々として、なんか明日大丈夫かなって不安要素を募らせながら、翌日試験受けんじゃ全然違うんですよ。だから、6点アップってすごそうですよね。前日一日で6点アップってすごそうですよね。 うん。いや、もう、精神状態を上げ上げにするということで、あの、本来だ、なかなかね、本試験って実力を出せない方の方が多いんですよ、うん。だからやっぱりなんか、もうとかでいい点とかよ、取って余裕持っていきたいねってなるんですよ。うん、でも、6点アップって、あの、ノリノリになって、こう、上げ上げになってもう気分、高揚していけるんで、やれるぜってなるから、あの、気分的にね、あの、例えば5点落ちちゃうところが普通の力出せるとかね。もう、それだけで5点違うじゃないですか。 あと、あやふやだったところが見つかったら、このし、この6点アップで、ロッキーですよね。それ出るんですもん。うん、ああ、したらピンポンで取れる問題を増やしたら、それは6点ぐらい上がるなんやって嘘じゃないですね。うん、うん。だから6点アップってうまくつけたな。10点アップとかなるとちょっと嘘なんですよね。いやいやいや、前日10点アップしたら、じゃあ今まで30点で40点取れんすかって話じゃないですか。えでも6点ってね、あの、精神的な問題も含めてね、あの、本当にいけるので。 いいことだと思います。というのが全部セットになったのが、はい、プレミアム合格フルコースなんです。で、もうこれで私の仕事は今日は終わりなんですけど、パーフェクトは何やデータ順がない。この、これはコースに含まれないっていうのと、あと直前がない。だからちょっとこの、あの、 プレミアムじゃない。えー、直前講座がない。まあ、直前講座必要だったらね、後から追加で取りゃいいんじゃないですかっていうね。それがあの、このパーフェクト合格フルコースってやつなんで、まあ、それはもう皆さんの必要に応じてね、あの、選んでいただければと思います。まあ、レックでもね、各校、お、相談を受けられますしね、あの受講相談とか、ね、まあ、いろんなところでやってますので、ね、ぜひ聞いていただいて、まあ、皆さんのね、合格をレックが、えー、お助け、手助け、サポートをさせていただければね、えー、全力で頑張りますのでね、ぜひよろしくお願いしますということでございました。 はい。それではですね、短い間ではございましたが、プレミアム合格フルコースの全貌ということで、本日お話しさせていただきました。ご清聴ありがとうございました。頑張ってください。